未来予想2045へようこそ。今回は科学技術が発達し、ダークマターとダークエネルギーの正体が解明した未来について考えてみます。未来、人類は科学技術の進歩によって前例のない飛躍を遂げることとなる。ダークマターとダークエネルギーの正体が解明され、これまでに未知だった宇宙の一部が明らかになったことで、物質の概念に大きな変化が訪れる。量子の法則が徹底的に解明され、その理解を基盤として、新たな技術や可能性が開花する。以下に、その一端を紹介する。量子の法則が解明されることで、物質やエネルギーの振る舞いが完全に予測可能となる。これにより、ワープや瞬間移動などの不可能とされてきた現象が理論的に可能となる。具体的には以下のような技術や応用が考えられる。ワープ技術の実用化。ワープ技術は科学フィクションから抜け出したような驚くべき未来の移動手段です。この技術では通常の空間を歪め、その歪みを利用して物体を瞬時に別の場所に移動させることが可能です。これまでの移動手段では到達できなかった場所への到達が可能になります。このワープ技術の実用化は科学の理論と技術の両面での重大な進展を意味します。量子物理学の法則が解明されることで、空間そのものを操作し、距離を超えて物体を転送できるようになるのです。これにより地球外の惑星や恒星系への探査がはるかに容易になります。例えば、地球から最も近い太陽系外惑星までの距離は高速で数十年もかかるものでした。しかし、ワープ技術の実用化により、その距離を短時間で超えることができるようになります。宇宙船はワープ技術によって空間を歪め、その歪みを利用して宇宙を超高速で航行することができるのです。瞬間移動の実現。瞬間移動とは、まるでテレポートするかのように物体や人間を一箇所から別の箇所へ瞬時に移動させる技術です。これは量子の法則を応用した最先端の技術であり、科学的には非常に複雑なプロセスですが、その原理を簡潔に説明すると、物質を基本的な構成要素である量子レベルで解体し、別の場所で再構築することで実現されます。瞬間移動の実現には、量子物理学の法則を活用する必要があります。量子の法則によれば、物質は波動としても振る舞うことが知られています。これを利用し、物体の波動関数を記録し、別の場所でその波動関数を再構築することで物体を移動させることが可能になります。具体的には、物体を構成するすべての原子や分子の状態をスキャンし、情報を取得します。その情報を使って移動先で同じような物体を再構築するのです。この技術の実用化には、膨大な計算能力や高度なデータ処理技術が必要です。また、物体のスキャンや再構築には、高精度で高速な装置が必要となります。さらに、量子レベルでの情報の安定性や精度も重要な課題です。しかし、これらの技術の進歩により、瞬間移動が現実のものとなる日も遠くはありません。瞬間移動技術の実用化により、人類の生活は大きく変わるでしょう。まず、長距離の移動が瞬時に可能となるため、交通手段や移動時間の概念が一変します。遠隔地への出張や旅行が容易になり、地球上の異なる地域間のつながりが強化されるでしょう。また、緊急時の救助活動や医療の提供も劇的に改善されます。量子通信の発展。量子通信は、量子の特性を利用して情報を安全かつ高速に伝送する通信技術です。
この技術の発展は情報通信の分野に革命をもたらすと同時に、情報セキュリティの向上にも寄与します。量子通信の発展には量子の特性を利用した様々な技術が含まれます。まず量子暗号通信が挙げられます。量子暗号通信では、通信データを量子ビットとしてエンコードし、量子の不確定性原理を利用して通信の安全性を確保します。これにより通信データを盗聴することが不可能に近いレベルでセキュリティを強化できます。また量子テレポーテーションと呼ばれる技術も量子通信の発展に大きく貢献します。量子テレポーテーションでは、量子状態を別の場所に転送することが可能です。これにより情報を物理的に伝送することなく、遠隔地における情報の共有や処理が可能となります。さらに量子ビット間の相関を利用した量子エンタングルメントも量子通信技術の発展に不可欠です。量子エンタングルメントを利用することで、量子ビット同士の情報が瞬時に共有されるため、高速かつ安定した通信が実現します。これらの技術の発展により、量子通信は従来の通信技術とは比較にならないほどの高速性とセキュリティを提供します。また量子通信は宇宙や海底などの過酷な環境下でも信頼性が高く、長距離通信にも適しています。宇宙探査の進展。宇宙探査の進展は、人類の好奇心や科学の発展を促進し、未知の領域に光を当てる重要な取り組みです。これまでの宇宙探査は、人類が地球外の世界に目を向け、太陽系の惑星や衛星を探査してきました。しかし、これからの宇宙探査は、さらに遠くに進化し、新たな知識や技術を開拓していくことが期待されます。まず、宇宙探査の進展には、高度な技術の発展が欠かせません。ロケット技術や宇宙船の設計、生命維持システムなどの宇宙探査に必要な技術が、ますます進化しています。これにより、遠くの惑星や恒星系に到達し、その地域の特性や生命の可能性を探求することが可能になります。また、宇宙探査の進展には、探査機やロボットの役割も大きなものとなります。無人探査機は、人間が到達できない遠隔地や危険な場所に到達し、データを収集し、地球に送信します。これにより、我々は太陽系の外側や過去の惑星についての情報を得ることができます。さらに人類の宇宙飛行士が宇宙への旅を続けることも重要です。人間の存在が宇宙探査における直接的な観測と探索を可能にし、科学的な研究や実験を行うことができます。また有人宇宙飛行は、人間の体への宇宙環境の影響や長期滞在の影響など重要な情報を提供します。結論。量子の法則の解明とその応用は、人類の未来に革新的な変化をもたらす。ワープ技術や瞬間移動技術の実用化により、宇宙の探索や地球外の生命の発見、地球上の交通や通信の革新など、様々な分野で革命が起こるだろう。これにより、人類はより広大な宇宙を探求し、新たな知識や技術を獲得し、より豊かな未来を築いていくことが期待される。未来予想2045、未知の扉を閉じる時間ですが、新たな洞察と知識を手に入れ、未来の可能性を感じましたね。ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。興奮と感動を共有できて嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。